コです。そうです。今日です。はい、今回はベストドライバーということで、うん、2022年の、まあ、上半期に出た、うん、発売されたドライバーの中で、まあ、ヘッドスピード55、僕ですね。亮、うん、が選ぶ、まあ、ベストドライバーを、うん、いくつか紹介したいなと思います。これ、まあ、ランキングというか、ちょっと部門別的なところがありますね。まあ、バランスいいし万人向けだよねみたいなやつと、あとはまあ、まあ、この中ではフェードで飛ぶよねとか、ドローがいいよねとか、あと最も合わないっていうのも入れようかなはい、ということで、はい、まずじゃあ万人向けとか、うん、バランスいいよねっていうやつで言うと、まあ、これはあのスライサー、うん、ヘッドスピード速い50以上あるけどちょっと球が捕まんないよっていう人におすすめになるんですけど、うん、まあ、僕もこれはいいなと思うんですけど、まずログ ST のマックスです。振り上げられるとか、すっごい右に打ち出そうとしている10、11、12番の人みたいな帰ってきてるからね、ちゃんとドライバーの方に帰ってきてる。昨日帰ってきてる。いい球。普通にいいよこれ。マックスでいいと思う。俺もそう思う。ログ S の MAX はあの MAX LS のモデルありますけど、うん、あんまりねスピン量が、うん、変わらないっていうか、うん、まあ、多分変わっても2、300ぐらいっていうか、その LS にすることによって、まあ、ちょっとスライサーとか球つかまんない人が MAX にしてつかまる方がこうロースピンに打てたりとかするじゃん、うんうんうん、だからそこでもうスピンの差っていうのはなくなるんじゃないって、いう感じですかね。まあ球の高さとそのつかまりの良さが別にヘッドスピード50以上あっても、うん、全く問題ないよねっていうような感じです。あの別に D でもいいぐらいです。 MAX D、 あのシャフト次第で、うんうんうん、でも全然いいと思います。で、その次に、まあ、これもいいのが LTD、LTD の X、うん、クラブスピード53、キャリー 278.5、 3172、おお高、うん、クラブスピード 53.9、 2600。あ、そう、じゃあ、あれ、いいね。いい。ロースピンなんだ。うん。LS と、MAX もありますけど、うん、まあ、これがまあ普通のモデルで、うんうん、これ、まあ、トモが買いましたけど、うん、めっちゃいいね。うん。スピード45ぐらいのトモでもいいし、リョウのヘッドスピード50以上、55ぐらいでも十分いいと。うん。ただ、僕はね、すごい球高いです。うん。打ち出しが17度とか出ます、うんうん、ログのさっきの STMAX は、まあ、15、6度で、まあ、スピン量が2500から800ぐらいの間で打てるんですけど、こっちは17、18の2600、800ぐらいの間なんで、で、あとローグ ST のこの MAX よりは捕まらない
ほぼストレートっていうか、フェードでもスピンがそんなに変わらないかなっていう感じですね。なんで、ちょっとね、スイング直したいけど、この MAX とか MAX-D のローグよりも、もうちょっとニュートラルなのがいいよね、うんうん、普通なのがいいよねっていうのと LTDX、うん、あと打感はこっちの方が好みです。ーローグ ST のシリーズよりも全体的には LTDX の方が少しちょっとこう弾き感というか硬さというか、硬、うん、いってことじゃないけど少しこう前に行く感じがするよね、うんうんうん、です。で、次に、まあ、これもバランスいいですよねっていうので、ロー ST の MAX LS です。おこれはそこまでね、捕まらないってことはないので、うんうんうん、一番効率のよく曲がらない球が僕の中では打てたんじゃないかなっていうふうに思いますね。さっきも言ったね、MAX よりスピン量が 2-3m 少ない、ちょっとだけ球がこう低い感じで飛んでくれるんで、かなり、ラウンドでも良かったです。うんうん、で、これちなみに基本的にはもうカスタムの 6S ベースだったり、うん、純正ベースで言ってるんで、まあ 6S、 僕はね今年だったら NX が全体的に合うんで、うん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 、割とほとんどこの今日出るやつには NX 合わせて打つことが多いですね。あとは、まあ、キングは若干ピーキーですね、うん、今言う僕の出すやつで合うやつと合わないやつがあるんじゃないかなと思うんですけど、この MAX LS は、まあ、とにかく飛びますよ、うんうん、球質がいいですね、うん、で次、フェードなんですけど、それがローグ ST の、トリダイですね、トリプルダイヤ LS。おお、すごい。マジで DIY ですか？もしよかったら。ああ、今日持ってきてんの？いや、持ってきてない。持ってきてない。フィンギョ一緒。まあ、発売も今日本でもほら、うん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 、されるようになったし、普通のダイヤのみ、ダイヤ S とか、まあ、なんかいろいろ出てますけど、まあ、ヘッドサイズはちょっとちっちゃいよね、450、445ぐらいなんですけど、そこまで僕は気にならない、うん、TSI4 とかよりかは僕は難しく感じないし、うん、球も高く打てるし、けどスピン少ない、で捕まりを抑えられる、フェードで飛ぶというような感じです。僕がフェードでうまく打てるのはこれぐらいですかね。
これ何フェード打たしてくれる感じ。そう、打たして勝手に打たされてるあの別に捕まらないわけじゃないので、うん、ただそのフェードでもいい球が出やすいなって僕は感じるので、うん、みんな強いフェードを打ちたいんじゃないですか。そう、強いフェードが打てるんですよ、うん、で、まあ、あと2つになるんですけど、発表する。まず、飛ぶやつと、うん、全く合わないやつ、どっちからがいいじゃあ、合わないやついきましょう。合わないやつ、うん、ステルス K。あ、K? まとめたの右に打ち出しとけ。マジ？ボールでも2500。これロフト足りないかも。何度今？8度？あ、そのまんま。足りないわ。2100とかです。うん、もうだから、うん。おお、ちょいフェード？そうだ。これに関しては、うん、シムが出て以降、うん、合わんのですよ、テーラーが、うんうん、全くちょっと打てないんですよ、うん、なんで最近 M5 買いましたね、うん、もう自前で買って、そうだから M シリーズまで打てたんでしょ。打てた、うん、避難者が邪魔をしてるまあそれがちょっとよくわかんないですけど、うん、ステルス系はもう全く打てません。ステルスプラス買ったし、トモもねステルス買いましたけど、うん、やっぱ全体的に右行きますよね、うんうん、もうあまり言うことはないです。合わないので、僕はちょっとやっぱりヘッド形状がね苦手です。うんうんうん、M5 とやっぱりちょっと買ってね、うんうん、実際見比べたけど、うん、全体的に僕が好んでるのが今出てるやつもだけど、割とお尻こう下がってて、うんうん、ヘッド形状大きくてヒールのボリュームがあまりこうシェイプしすぎない方がいいんですけど、うんうん、ステルスとかシム2とかもだけどかなりこう高く、うんうん、シェイプしていく感じ、うんうん、後ろのヒール側があるのはどうしてもちょっと無理ですね、うん、見た目からアドレスからもうできなくなる、うんうん、打ちたくないっていう感じです。僕もあれはちょっとなんだろう、難しく感じるね。ただステルスプラスだけはフック打ちでどうにかなります、うん、フック打ち、本当に隣ホールに曲げるつもりでいいドローが打てました、うん、だからラウンドで振っていっても、まあ、左も行かないし、右のチョイスポの毛はあったとしてもスライスまではしなかったんで、すごくこうしたら大丈夫です僕はね、はい、うん、ということです。で、じゃあ一番飛ぶやつが LTDX-LS です。ダントツですね、うん、まあ、初速出ますし、スピン少ないし、うん、ちょっと球抑えられて、まあ、これも飛距離特化してますね。もうデシャンボーとかバークシャンボー使ってますけどね、ロフト違う別のモデル、うんうん、5.5 度発売されたらしいですよ。おお、高いんでしょ、10万ヘッドのみで
ロングドライブ用でアメリカでしか買えませんので、うん、どうにかね入手してみたいものだけど、うん、10万ですかね、約799ドルだったかな、うん、らしいです。なるほど、買えないでしょうね。で、まあ個人的にはもうあの打感打った時にやっぱ感触、あ、そこ出てるなって感じるのはこの LTDXLS だったし、本当に飛ぶ数値っていうのはもう異常にいいという感じがします。うん、もうダントツですね、この今年のこのモデルでいうとね、うん、まあそんな感じですかね。はい、一応上半期このモデルでした、うん、一応今からタイトリスト、うん、TSR、うん、あと、どこがですね、ピンがアイアンがもうちょっと出てたから、ドライバーも430なのか、何なのか、うん、あとは、プロギア、うん、プロギアなんかちょっと良さげなやつですね、うんうん、あとはセビクソンも来るのか、わかんないですけど、また、下半期も、うん、一応今、2022年モデルのドライバー、僕は、あの買っては全て打ったので、うん、ないので、うん、この下半期に期待しましょう、うんうん、でもし負けなかったら二度買いすることになる、そうです、上半期のもの、うん、結局、うん、バランスとなんとなくいいローグ STMAXLS が年間で一番みたいなことになるかもしれないけどね、うん、全体的なこうバランスっていうのはね、光のこの LS はねちょっと抜けないかなと思ってる、後半もし新しいクラブ来ても、うん、っていうような感じです。はい、でした、いただきました。